吉田さん、思考停止って言葉あるじゃないですか。これ2つの意味があって、全く何も考えずに何の工夫もせずに、もうただやってるだけ、本人はやった気持ちになってるけども何の結果ももたらしてないことで、おかしいな、一生懸命やったんですけどねっていうことになるんですよ。この思考停止は悪い思考停止です。もう一個の思考停止っていうのは、もうね、没頭してね、自動的に動いてる感じですよ。もう本当に何の疑問も持たずに、何の恐れも持たずに、だから突き抜けることができるんじゃないかなと思うんですよ。まさにその1万サイトを作ってる時とか、まあこのね、億万長者合宿も気がついたら何千本だっていう話じゃないですか。億万長者合宿のそのプロモーションのために始めたものが、もうすでに何のためか分かんないけどやってると、やるためにやってると。でもそこからちゃんと考え方のアップデートとか、アクセスとかコミュニケーションとか知恵が生まれて販売につながってるっていうね、まあそういう副産物が生まれてるんですよね。まさに売るためにやっているリレーが、今度売るっていうのが副産物になっていくっていうね、主役になったり脇役になったりするわけですよ。で、瞑想っていうのはこうやってね、心を整えてやる瞑想もあれば、なんか迷って走るって意味の瞑想もありますよね。だから同じようでいて全く違うもの、対極にあるものがなんか似たような言葉になってるっていうのはなかなか興味深いなと思います。まあ、今回はね、思考停止っていう話ですけども、なんかいちいちね、周りの人が何やったからとかね、普通の人はこうだからとか言って瞑想しすぎなんですよね。それこそ思考停止の最たるもんで、いや本当にね、没頭してやらないと結果出ないんですよ。だって没頭してやってる人が結果出してるのに、ね、なんか周りの人が何か言ったとかね、家族が反対したとか知るかって話じゃないですか。だから結果が正当化すればいい話なんで、プロセスはいろいろ起きますよね。石につまずいたり振り向いたり、それから悩んだりとかね。でもそういった小さいことを乗り越えて次のステージに行ける人だけが次のステージを見えるんじゃないかなと思うんですよ。つまりは稼げない人が稼げるようになって、稼げた人が稼ぎ続けることができてっていうところじゃないですか。で、ずっと10年間やってみたら、周りにいるのは本当にポツポツと数人だけってことになってしまいますよね。だからすごいね、レベルの高いことを最初から10年目のことをやれって言ったわけではないんですけども、少なくとも10年かからなくちゃわからないことが最初から分かってるだけでもすごく有利なのに、なぜか有利な条件を整えてる人の方が先にやめていくんですよね。いや、私が始めた時に10年のね、ベテランとかいたらどんなにいいだろうかと思いますよ。本当いたのかもしれないですけどね。はい、まあ自分との戦いです。思考停止。いってらっしゃい。